このあたりで顔認証が出ました。え、今くしゃみ聞こえた。夢旅イエイ。約ね、10箇所を超えまして、ちょっとこれからね、もっともっと行きたいなと思うので、引いていきますよ。はい、それで直行けたらいいですね。はい、お願いします。茨城ですか？そうです、茨城県です。あれじゃないですか、茨城といえば佐代さん。私の中でピークだった、めちゃくちゃ怖いところはい、佐代さんもあるところですからね。なんか怖い体験とかできるかな、ちょっと期待していきたいと思います。行きます。はい、今回はですね、桜トンネルというところに行きます。496メートルの長さで、平成7年に完成したトンネルっていうことなので、結構新しめのトンネルとなっております。ある時ですね、トンネルの上の山へハイキングに来た親子がいて、その親御さんがですね、少し目を離した隙に子供の姿が見えなくなり、行方不明になってしまったそうです。その後、このトンネルでは下半身だけの霊が目撃されるようになり、これはその時の子供を探す親の霊なんじゃないかということですね。ね、もしかしたら親…なんか今言わなかった？ピーって、うん、携帯鳴りました？携帯かな？コジが喋ったのかと思った。私も違います、違います。携帯も何も通知来てないし、でしかもトンネルの壁に赤子を抱いた女性の霊も出るというね。壁に出るんだ。そうです、浮かび上がってくるんですかねっていう噂があるそうですね。まあ、それをちょっと検証するために今回はやっていきたいと思います。そしてノートが変わりました。 Now Forever って書いてます。なので頑張っていきましょう。桜のね、絵が描かれてる桜トンネルです。またどうせ気のせいって言われちゃうんですけど、後ろに窓あったじゃないですか。はい、張り付いてませんでした、子供が見てたから。うそ。前回の三雲トンネルはですね、確か900メートルぐらいある、とても大きなトンネルだったんですけど、もうその半分ぐらいですね、496メートルのトンネルとなっております。やっぱほんと平成7年に作られただけあって、めちゃくちゃ綺麗ですよね。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。これビデオカメラってなんか顔認証します？めっちゃ怖い。ちょうど多分この辺り、この辺りか、この辺りで顔認証が出ました。爆弾してきますね。寒い。水色だ。大丈夫、大丈夫そうです。ちょっと寒い、ちょっと寒い。なんかゴニョ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 言ってる。うん、ユイに聞こえてんだ。戻ってくるんじゃない？なんか今ブレーキの音聞こえましたよ。めっちゃ怖い。なかなかトンネルですれ違うことってないじゃないですか、やっぱり怖いよね。あ、ちょうど真ん中ぐらいですかね、七階村と笠間市。ちょっと多分中腹なのかな、わかんないですけど、バケタをもう一回やっときますね。
緑、やっぱ中腹の方がちょっとだけ危ないのかもしれないですね。書いてある、絵が書いてます。ここにいますね。標識あんま見ないですね。自転車と歩道だよってことが書かれてるのかな。そうかな。だいたいそういう古いトンネルに出てくる女性の影が見えたみたいなやつって水漏れが原因だったりすると思うんですけど、この新しいトンネルであんまりそういうことってありえないと思うんですよね。思ったんですけど、出口と出口怖くないですか、ね、ここ。このトンネル。すごい汚れてる。そうですね、ちょっとバケタンだけ捨ててみますか。します、ね、黄色だ、こっちの方がちょっと良くないのかな。なんかさっきから水の音しますもんね。ほら、なんか水の流れ的にも悪い方なのかなとは思いますね。ちょっと写真だけ。ちょっと私あっちも気になるので、あっちだけちょっと写真を撮っときますね。ちょっと暗闇が怖い。上なんですもんね、でもお話的には。そうですね、上の山道をハイキングしていたところ、お子さんと親御さん離れてしまって、まあ、それからなのかわからないんですけど、その霊が出るというか、下半身だけの霊が出るっていう噂が流れてしまったそうなんです。まあ、それは本当現実どういう何があったとかは本当にあったのかっていうのは分かんないんですけど、どれぐらい前かっていうのも分かんないですね。そうですね、でもトンネルの上の山っていう話だったので平成7年からなんじゃないかなと思います。まあ、結構最近なのでちょっと怖いですね。ということで、はい、トンネルを戻りながら写真撮りながら、はい、トンネルの中、はい、壁に何かが映るって話ですもんね。そうですね、浮かび上がる写真撮りながら戻りましょうか。はい、はい、戻ろう、行きましょう。ずっといないと思うんですけど、トンネルに。私ブレーキの時だよ。自転車の。自転車？本当に最近音に敏感になりすぎて、日常生活でもちょっとそれが出てきてしまっているので、気をつけないといけない。これね、女の子かな、子供と大人の人が手をつないでる。くしゃみ聞こえた。くしゃみたいな。後ろから？多分後ろから。長谷川さんの何かとかじゃない？そういうことか。あ、今の？今の違う。今のなんだ？前から来てるみたいな。
音するね。声、いや音だと思う。小島さんの方からなんか音の原因になるものなんか映ってます？見えます？なんか、うん、まだ出口が見えない。あ、ちょっと見えた。一応見、私が今パッと見える感じは何か映ってることはなさそうですね。でもやっぱトンネルの出口見えましたけど、それらしい男の人はいないですよね。はい、出てきた。はい、ということでね、茨城県の桜トンネル行ってまいりましたけど、くしゃみの音、声というかくしゃみの声聞こえるし、男性がねこっちで喋ってるんじゃないかっていう声、これもガードレールゴンゴンってやった音しませんでした、うん、って怖いよ。この男性の話し声っていうのが、運転手さんがねこちら側で待ってたので、しましたかっていうのをちょっと確認したいと思います。うん、何か聞こえたよ、見えたよって方はぜひコメントの方よろしくお願いします。はい、ということで本日は以上になります。ありがとうございました。くしゃみとかしました？くしゃみ？くしゃみとか、なんか電話とかで話されました？電話はここではしてないっすね。外に出て電話してるかなんかしたのかなと思ったんですよ。あ、いや、出てないっすね。